どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。サイコブレイク生き抜く快感パート7やっていきたいと思います。はあ、パート7ということはね、チャプター7に入るはず。さあ行くぜ。プロファイルをデータをロードしてコンティニューからやっていくぞ。うん、はい、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。今回も生放送、ずっと生放送、やっていきますんでね。右上に表示されているコメントが増えていくと、吹き出しのところ、今数字が増えているところが増えて、ちょっとね反映されるのが遅いんですけど、人型のところが視聴者の人数ですね、今見てるその合計人数なんでね。はぁ、やるか、うん、はい、こんばんは、いらっしゃい。コンティニュースタート。ここ、そう、前回のその3話目を YouTube で投稿したとき、ロード画面がマネキンだったんだから目が動いてる。あ、これは、うわ、この血が滴ってきてるな、テレビの中。あと人が今ちょっとなんか、テレビの中に、あ、ほら、人がいる。太った敵の HP は高い。あ、神殿の中、神殿じゃない。なんでそれ、ゼルダの伝説みたいな。教会の中に入ったんだな、ジョセフと一緒に。ジョセフ大丈夫か。弾の確認しとこう。8-13、4発、ボルト、ウサインボルトはほとんどないな。スナイパーライフルが5発。はい、こんばんは。なんだ、レスリー。近くから聞こえる。地下から聞こえる。ジョセフは大丈夫なのか。大丈夫なんで、どうすればいいのこれ。めっちゃこうアムネシアみたいだな。この下に行けるんだろう。ジョセフは大丈夫なの。ついてきてね。おい、ジョセフ、大丈夫か。大丈夫か。話しかけられる。セバスチャン、死にたくなることはありますか。高い場所に立ったり、地下鉄のホームで、その衝動が1分続くことを想像してください。そして2分。お前は3度も乗り越えたんだ、その衝動を止められる。そうじゃないんです。決して止められないことが怖いんじゃなくて、怖いのは止めたくなくなることです。心のところ、本体を外した。わからないけど、その考えを追い払えないんです。その衝動は本能的なものかもしれません。どんどん強くなってる。やばいんじゃないのこれ。あ、頭痛が。待ってろ。お、詳細不明の薬を。こいつで、こいつで。が、くらえじゃなかった、違った。やばいやばいやばい、大丈夫か。揺れてるぞ。奴がいる。すごいところに乗っかってる。嘘やん。ちょっと待って、それはちょっと違うんじゃない。おお、すごいキネシス、無重力状態。うわー、俺浮いてる。やめたから。うわうわ、なんでなんだ。いや、もう絶対死んだ。今のは背骨何本かいったな。背骨何本もいったら大変なんだけどね。なあ、ザ・キーパー。
キーパーチャプター7。ジョセフは大丈夫なのかっていうか、ここどこここどこ。ろうそくがいっぱい並んでるぞ。チェックポイントを通過。捕まえる。レスリーの声。二人を探そう。なんだここ怪しげな。多分これ地下に入ったんだろうな。教会の罠もなさそうだし、ハンドガンにしていくか。こういうの破壊できるな。アイテムが入ってるかもしれない。ただのなんか荒らしに来ました。おお、罠がある。脳みそゲッチ。あ、危ない。ゆっくり近づいてスタート。はいっす。よし。あ、もうね、私は爆弾解除プロですから、爆弾処理班と呼んでくれ。ハンドガンの弾ゲット。どちら様？右明かしてる。まさかそんな急に動き出しはしないよな、さすがに。わお、なんかあれなんだっけ、ウルフェンシュタインのなんかアニジャみたいのがいる。あれなんかアイテム他になかったか、気のせい。おお、入ってる。デスヘッド、そうそう。敵の声が聞こえますね。さあ、ゆっくり行こう。いる。そこの左にもいるんだよ。ちょ、そうだ、瓶があったんだ。この瓶を使ってお武器出して修行し、あ、そこにも割れるのがあるな。で、どうやらヘッドショットで倒してたり、CQC で倒した敵は、ん？いけない。復活しないらしいんでね、マッチ使わなくてよかったみたい。とりあえず、ん？おお、お怒り？あ、なんでバレてあるの？違うよ。ごめんなさい。帰ります。こっち来る。こんなはずじゃなかった。お！硬いな、大きい人は。早い。うわ、痛い。やばい、死んだふりだ。よし、あと1体なかった。
あと一体どこ行った？ん？お、戻ってってるな。近づいて。おやすみ。ほっ。よし。あ、蹴りはかわいそう。もういないよな。弾をゲットして、ハンドガンの弾落ちてるね、いっぱい。あれなんだ、この缶オッケーから出てきそう。ライフルの弾ゲット。缶オッケー漁って弾ゲットみたいのはなさそう。お、脳みそでかいのゲット。すごい、一気に体力半分まで持ってかれたな。ネズミがいるぞ。左に怪しげな扉っぽいのがあって、右はアイテム、なんか絵が飾る。あ、電気が消えた。おお、なんだ、風が通った。あー、さっきの絵が、顔とかが全部血みどろになってる。なんだなんだなんだ。音量大丈夫かな。声がでかすぎるとか、ゲーム音が小さすぎるとかある。多分ここだね。ここから隙間風が来たんでしょう。何してるの。取れそうだ。取れそう。おお、何してる。あ、取れた。古い石板。声が小さい。本当にちょうどいい。どっちなんだ。一回ね、なんかおかしいなと思った人は更新ボタンを押してみてくれ。ああ、石板を取ったら勝手に開いた。え、何これ、何だろう、これなんか頭につけてるやついたけどさ、チャプター5あたりかな。解除できるぞ。解除。開いた。カジゲッ、何が入ってんだこれ。そう、ナショナルトレジャーっぽいよね。境界地下、助けて。鉄のぶつかる音、またあいつが来る。どこまで逃げてもずっと追いかけてくる。助けて神様、助けて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 。ははい、なんだ、気でも狂ってか。そんな助けてって言うなんて。お、怪しいな、あの先怪しいな。あ、来た道が閉まってる。火薬持ってたかな。持ってるね。一個使っとこうか。よし。
か。何の武器で行こうかな。そんなすぐ見つかったりしないだろう。ホールド？何ですかあれ。はい、さっきのなんか金庫みたいのを頭にかぶったやつが斧を振って扉を閉めたな。これは、そんなんで壊れるの俺。そんな殴って壊れるのかい。さすがです。扉が3つ4つ、あ、セーブポイントがあるな、そこ。ダイナミック。リリーの誕生カード、名前リリー・リン・カステヤノス、私の娘か。2006年7月18日9時、午前9時56分に誕生。7 pounds 3 ounces、14センチ、セバスチャン・マイラ・カステヤノス。はあ、誕生カードか。なぜそんな、おう、眩しい。そんなものがここに。他に何もない。おう。心配性でいらっしゃるよ。おいおい、あのコメントでも言われてたんだけど、先にね、心配性って。まさか、まさかベオネッタに言われるとは。ベオネッタ姉さん、カタコンベ、眠りを妨げるな。誰が管理していたのか。彼らミイラを見たと主張、冒涜である。なんかまあ、この今いる教会のことだと思うけど、教会地下ね。どうやら前々から新聞で怪しいと言われていたらしい。さて、ちょっとアップデートしようかな。6700しかないのか。どうしよっかな。注射器の回復量を増やしましょう。はい、1700でアップグレードできそうなのはスナイパーライフルの連射速度を上げます。以上。おっつんたいに言うじゃない。よしよしよし。それと鍵が1個あるからね。鍵で1個開けるとするか。あんなところにも光が。どこ開けよっかな。どっかにレアアイテム、なんかこういうなんかなんとなくな場所に。はい。はーん、5000、5000は貯めとこう。財布戻るぞ。セーブをしないで戻るぞ。私は死なないぞ。視聴者2000人突破ありがとうございます。このマークね。これ次どこ行けばいいんだ。まず閉められたこれ、あ、さっきくり抜いたやつがはまるな、ここに。ここか。こいつをこうやって、うっ、ああ揺れた。左の扉が、え、右も開く。わーん、フラグですねって。セーブしないで行ったらみたいな。左右、人間は左と右の道に分かれた場所があったら左を選ぶというんだったな。だからあえてそっちに罠があると思って右を行こう。まあその裏を変えてまた左を、あー、どうしよう、右に行こう。
怖え、もう怖いぞ。何か出てきそうだ。うわ、拷問器具みたいのがある。なんなのあの石の仮面。おお。おお、なんか素晴らしいものがあるね。脳みそ、俺そんなことより脳みそだ。脳みそゲット。なんもない。テープレコーダーがあるぞ。向こうに道はつながっ続いてる。あのゴマスリの害虫は私の研究を食い物にした。どうやって金庫の番号を知ったのか調べなければ。だが今そんな時間はない。あともう少しなんだ。あのデータは渡さない。あれは私だけのものだ。ただ一つの方法は次に金庫を開けた者に代償を払わせること。完璧にさっきの金庫かぶってたやつがその代償を受けたやつってことかい。思ったけどこの石仮面だね。であの石板をはめるあたりもジョジョっぽいよね。我が名はワムお前が私に勝てる可能性は 0% だ。いい、これを動かすのか。よいしょ。いやーい、これはやばい。こんなのに押しつぶされたらこれで敵を倒せってことだ。急に出てくるなし、急に出てくるなし。危ない、危ない、戻れなくなった。戻れなくなって後ろのこれが動いて俺はダッシュで行かなきゃいけない。ねえってねっす。ああ、爆弾に引っかかった。いてえ、ここに爆弾あった。完璧にあれが動くと見せかけて俺が走って罠に当たるパターン。ああ、これは悔しい。これは悔しいよ。完璧にやられたな。え？どうすりゃいい？こう撃つのかな。ああ、撃ったよ。撃ちましたよ。何かが落ちた。こっちは。うわあ！悔しい悔しいうわここまで戻されるか。アップグレード前まで戻されただろう。あ、もうこれフラグだったね。あれなんだ。私は今猛烈に怒っている、自分自身にな。これもうこの、あー、全部してなかったから。14センチじゃなくて14インチだ。よし、はいはい、戻る戻る、アップグレードして戻るよ。心配性でいらっしゃるよ。あ、もう心配だよ。もう絶対セーブするから。初見殺しじゃない。あれは多分、まあじゃあ乗っかる前にさっき開けたのここだったけど、これあれだよね。じゃあ今度下を開けよう。ホイッサー、やったー。5000、変わらないね。オッツンタイムですよ。オッツンタイム11700。
で、どうしよう。ああ、でも、そうすれば2つ上げる。ライフゲージを上げて、注射器の量も上げよう。よし。で、スナイパーライフルの、スナイパーライフルの、連射速度を上げて、オッケー。で、忘れてはならないのは、セーブポイントだ。ニュースロットにセーブしちゃおう。あれはどうすりゃいいんだろうな。とりあえず後ろはすぐには来ないから。さあ、ただいま。はめて、ここか。左と右が、さてさっきと同じ方行くわけだな。果たして撃てばいいのかな。おい、びっくりした。また同じとこし。ああ、丁寧にろうそくが置いてある。あともう少しなんだ。あのデータは渡さない。あれは私だけのものだ。ただ一つの。よし。ついに金庫を開けた。あ、上にあった。開けた。奥にあるのはそれが落ちるやつか。ワン、ツー。ほ、あ、はい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 、このままだとやばい。はい、うわ、なんか強そう。このままだとやばい。はい、なんだこいつは。触らないで。膝を。燃やす。よし、なんだあの敵は。顔が二つあったぞ。ご丁寧に締めてくれるんだな。ん？罠かもしれんな。いや、罠でしょう。あのね、動いてるよね、あいつね。つながってて、ここ通れるじゃないか。脳みそと弾をゲットして。わからない。どういうギミックになってるかわからない。とりあえず向こう行ってみるか。なぜ燃やすマークが。ここ絶対罠でしょ。これ罠でしょ。燃えるでしょ。これは俺は行かないぞ。こっちを普通に撃てばいい。あ、うわ、まだ生きてる。レッツパーティータイム。もう一回落とせばいいんだよ、多分。早く上がって。よし、私の読み通りだ。私にかかればざっとこんなところ。おおおお、そのまま上に行っちゃう感じかい。よし、
脳みそゲッチュ。ハンドガンで作動するんだね。罠があった。解除。ちょこちょこっとね。よし。あの脳みそは？こっちから拾えば問題ない的な。瓶があるぞ。扉があって。私の予想ではこれを上げているとあの横からなんか変なのが出てくるんじゃないかな。俺の予想に運をかけるしかないな。マインボルト棒をあそこに打っとく。ほっ、頼むぞ。かかってる。さあ回せ。A ボタンね。いやー、やっぱり一本。早く早く。あ、ダメなのね。ほほ、ちょっとお待ちになって。グレネードらしきものはない。よし、私がこっちに行ってあなたたちはそこ。さあ、はい、3名様ご案内。お、よし、全滅だ。見ろ、敵がゴミのようだ。お前まだ生きてるだろ、この野郎。そんなことないか、全員死んでるか。オッケー。え、これ毎回出てくるみたいな、そんなんないよね。さあ回して。よーいしょ、よーいしょ。よし、私にかかればざっとこんなところだよ、諸君。はい、後ろが、なんだ、何の音だ。すげえやばさ、ここぐじゅるぐじゅる言ってるな。これどうしようかな。降ります。燃やす。ずいぶんお強いのね。向こうにもいる。はは、外したぞ。どっちが頭なんだ、二つあると。よし、後ろが開いたってことは全部倒したってことだろう。あ、でも走ってこれを作動させれば、これででも上に行くんだろうな。これまだ生きてるって思っちゃうよね。オッケー、二つ目の石板ゲット。なんか揺れてる。このまま乗ってたらね、死んじゃうやつなんだね。フラッシュとグレネードと
脳みそ、これは大鍵ゲット。ありがとうマリア様、感謝。下へ降りるぞ。おお、そういう荒っぽい感じ。ここは、あ、さっきの下側ってことか。ああ、ちょっと下、隠し要素だったのね、今のは。さあ、戻るぞ。なんか燃えてる音がする。ショットガンの弾をゲットした。戻れなくない？あれ？あ、石板を外したらもしかして先に進めるようになってた？見てなかったけど。なってたね。上に行くことしか考えてなかった。あ、こっち側から出てくるわけか。よし、チェックポイント通過。二つ目の石板をはめるぞ。こっちか。よいしょ。あと一つ。あと一つか。こっち。ちょっと、さっきは情けない死に方ばっかしたからな。ははーん、今度は毒ガスみたいな感じですか。毒ガスか。こいつを回して回る。よし、止まったぞ。なになになに。徘徊してますけど、扉戻ってきましたよ。これは何を意味してるのかな。どうしよう。スナイパーでやっちゃうか。よし、静かになった。いっぱいいる。お怒りですわ。何なの。まあそこから出ることはできない。危ない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 、ちょっとゲロ吐きかけるんじゃないよ。なんてやつだ、お仕置きだな。静かになった。あ、燃やさないと。え、当たらなかった。ずるい。これはでもない。やばいやばいやばい。よし。これは撃てば。あ、そんな撃って壊れちゃうようなやつ。あ、ひどい。扉開けたらくっついてた。弾をゲットして。他には何もなさそうだ。あいつ生きてるよな。どうしよう、暴れてる。うおー、
やっぱ罠、あ、やっぱ罠、そういう罠。よし。ああ、もう怖いな。出た。この世界で最強と謳われる斧。手斧。爆弾があって。何か運命ってのは。死に損ないがいるな。とりあえず爆弾を、爆弾をったんだ。爆弾を解除して。いや、もう毎回もう。お、これは奴らを一掃できる。うん、くらえ。見ろ、敵がゴミのようだ。なんか怪しげな椅子。うわ、チューブラリになってる。これ後ろに爆弾が設置されてるんだね。解除。よし。もうギリギリで止めるのが俺の趣味だと勘違いされるだろう。このギリギリ感がたまらないんだ。こっちは何だろうね。あ、アダッセス。今動いたよ、この頭が。え、いや、もうこれボス戦みたいな感じだよね。さあ、どいてもらおうか。弾を私によこしな。いいぞ。おっと、スナイパーライフル。か、あー、回復力マックスだな。完璧にボスと戦う前の弾を調達する場所みたいな。でもこの最強の斧を持ってればボスも一撃で倒せたりしないのかな。さあ行くぞ。これ撃ったらなんか出てくるとかない？ほっ、ないね。じゃあ行きます。もうなんかもう空気が違う。あ、バータダスバラカスです。ホッパスです。何が起こってる。はあ、お前か。うー、やめて。締められた。おお、と毒ガス。毒ガスゲージが。どうする。その目の前のノズルまず止めろ。いや、そんな悠長に早く。うおわ。俺の、あるのか。いや、まだ続いてる。敵もいる。さすがです。あぶね、ここでクリティカルを出す男。あ、頭片方生きてる。頭いい。よし。いや、ちょっと悠長にすんな。もう一個は、ここか。早く、俺の連打を舐めるんじゃないぞ。うーそ。あ、オッケー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 。ふう、もう息上がっちゃったよ、ボタン連打してるだけ。あっちがいけるな。他にアイテムは落ちてないのかい？なさそうだな。ここにいたのか、さっきの敵。降りるぞ。
罠とかないな。そっくらいからライトつけてこう。罠あるな、そこに。やった、脳2つゲット。そしてチェックポイント。私はまだ戦えるぞ。はい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 、お待ちになって。はいはい、順番に順番に待って待って。こんなはずでは。私の作戦その1、上からすなる。なんかこれ、はあ、なんで俺のスナイパーライフル覗き込むとさ、真っ白になるの見づらい。もう一人のやつはどこ行った？やつら CQC できるのか？うわぁ、こっち向いてますね。よし、本当は多分銃であの爆弾を起爆させるのが一番。オッケーだ。オッケーじゃないね。よし、怖いよ。しかもやっぱ頭二つある。頭が二つある。ラスト一発、おい、よし。しかもアイテムを出さないときたが、怪しい。罠の匂いがプンプンするぜ。そこら中のこう、なんで今度はこうスカイリムのなんか墓場みたいな感じになってるけど、そこら中から出てくるんじゃないかなって。あ、そんなことないか。右と左に分かれてて、3000人突破ありがとうございます。皆さんいらっしゃい、のんびりしていってくれな。ほっ、危なかった。我に引っかかるとこだった。ふんふんってドヤ顔で言ってギリギリ。こっちはまだ行けそうにないね。向こうだ。弾も残り少なくなってきたな。これを上げようとするとなんか出てくるとかないよね。逆に閉まる。よし、戻れないぞ。なんか新しいタイプの罠ない？解除できないんだよね、これ。引っかかるっていうことかい。ダッシュでゴー。ふざけやがって、ふざけやがって。走り抜けろ。閉めろ。奴らが来る前に閉まれ。よし、まだある。あのね、危なかった。今俺初めてスタミナをレベル3か4ぐらい、4ぐらいにしといてよかったと思った。これスタミナが高くないと走り抜けられないからね。最高だね、スタミナ。やつら毒ガスの海の中にいる。で、さっきの奥側に来れたんですな、これ。何もアイテムはなさそうだ。上に行けるぞ。よし、何ですかあれ。すーげえ万歳してこうお腹にボルトが刺さってるけど。じゃあちょっと拝借して。
おーっと、石板ゲットかな。石板ゲットだね。三つ揃えたぞ。はい、ただいま、セーブしよう。何かお忘れですか？アニシャの血ってのがすげえ気になるけど。オッケー。さあ、一番右のこいつを開ける。なんだこれ。あー、フリーズボルトか。しかも、もう持てない。あ、持てた。アップグレードできるかな。4400少ない。さあ、オッズタイムに入って、武器。いや、本当に、こう、レベル4にしてたからさっきのは助かったよね。よかった、スタミナ大事だわ。あとはスナイパーライフルのダメージ上げとこう。これでよし。どうした、ため息なんかついて。はあ、もう6時間近くやってるんだね。よし、さあ戻るぞ、ボス戦かな。ただいま。よいしょ。もう弾薬とかすごい足りない気がするけどな。三つ目をはめるぞ、ジョジョ。石板が三つ揃ったとき、扉は開かれる。行きたくないよ、行きたくない。怪しげな扉があるぞ。なんで開くの。うわ、ゆっくりとでっかい扉の門が開いた。はいはい、何ですかこれ。はい、何ですかこれ。えはっ、うん、なんで俺中にいるの。あ、触れた。あ、痛い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 。あ、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 ちょ、そういうことか。簡単。え、え、アイアンメイデンが横にはあって、引っかからなければ。あっ、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 視点が切り替わってすげえ操作しづらかった。やめてくれよ。レスリー、レスリー大丈夫か。彼女キッド、キッド、キッド、ここにいるのか。キッド、キッド、彼女は無事か。彼女無事、無事。下がってろ、今開ける。私のこの黄金の右手で、俺ごと開けられた。俺ごと開けられた。レスリー、キッドはどこに。キッドマン、どうした。開けて。ここか、分かった。その前に待て、アイテムがあるかどうかをチェックする。何この煙。俺すごいね。いや、おかしかしないよ。こっちの何かが開くような。こっちにも扉ある。
わかった。どうもレスリーだけいけそうな気がするな。俺開けてやるよ今。よいしょよいしょ、開けてるぞ。ああ頭いけ。開けて。おい、お待て待て待てって。ああ脳みそある。お前レスリー、お前こっち来てよ。レスリー、レスリー、そういうオチかよ。後ろを振り向くと、ああなんかいる。はい、ごめんなさい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 。ああ早い、こっち戻れるかいですよね。え、戦うかい。ああ強そう強そう。ああ待て待て、本当に戦うのか。戦わないとダメ。とりあえず膝の治療タイムといこうか。怖い怖いぞ。おっ、よし、焦るな、ゆっくりとだ。何ですかそれ。ああ、そういうの置いちゃうんすか。それちょっと真ん中を通れ。バカーバカー、来ない。あ、ごめんなさい。あなたが引っかかればいいと思います。あ、スナイパーライフルで。毒ガス。それでも私は脳みそを取る。あっちか。なんだなんだ。何何。やばいやばい、これ罠があったら私は避けられない。毒がこれか。よし、閉めろ。あー出てきてる。倒したっぽいけど、罠を仕掛けて消えたぞ。何？また新しいの出てきてる。よし、ゆっくりだけどさ。ああ後ろに、後ろに。おう、おう、痛い。毒がどんどんさ、やつは、あ、この先か。閉めろ。怖っ。今のうちに、ここか。次はどこから来るんですか。おお、何、あ、何、取れ取れ、取ったー。怖い。なんか死なないよ。これじゃ死にがない。不死身系モンスターですか。罠を仕掛けて、どうしよう、死なないんでしょ、だって
よし。お、扉が開いた。ショットガンの弾を補充して。また新しいのが出てきた。今度は、おーい、壊してる。で、一番最初のもんにね、替えが一個あったはずだから。死ぬギリギリまで持ってきて、よし。それかフリーズ系で、オッケー。危ない。新しいのをつけて、あなたの後ろ違う。さあこっち来てもらおうか。よし、凝ったぞ。そのまま、そのまま動かないでね。よし、回せ。今のうちだ。やつが凍ってる間に。早く。あともう少し。おい、どうした。さっきまのあれはどうしたんだい。そこで凍ってな。ああ、早く取っちゃえ。よし。よし。オッケー。また首をこきゃって。え？行き止まりじゃない。嘘でしょ。うわぁ、うわぁ、振り玉、ちょっと、やだ。早く、早くそれを落とせ。復活する前に。くらえ、くらえ。よし。ああ、やっと死んだか。やっと死んだか。What's in the box? 箱の中には何が入ってる。あの中には何がいたんだいって。貞子タイプと同じだったのか。ただ、完璧にフリーズが一番良かったみたいなね。弾を消費せずに済んだ。まあまあね、良かったねとか言いながらもう弾ないんですけど。弾が全然ないわけだが。右と左があるな。何かアイテムないかな。ここはどこだ。こっちでいいのか。あ、こんなところに脳みそ。下に降りられるぞ。ここにも脳みそ。すっごい下降りて、これ完璧クライオフフィアでしょ。こんな橋を降りるのは初めてだ。はい、チャプター7クリア。無限復活する箱野郎との戦いはなんとかクリアしましたな。ということで、ここでね、一旦切らせていただきます。ということで、ね、休憩タイムありますんで、お疲れ様でした。次もね、よかったら見に来てください。ほんじゃまたな。